テレビで出てくださっておりますと、結構みんな段上がってきて出れなくなってきてるんで、もしあれだ、いやでもね、それは正しい姿っちゃ正しい姿だ。今回の段位がちょっとよく分かってないのと、俺があんまりやれてないのがなんとも言えないところですが、なんか基準を作ってしまえた。いやそれは違うか、さすがに。まあ次はちょっと上げるかもしれない、引き上げるかもしれないです。さあ始まってるのは HP 側が、山田さんテルミ、 2P 側が、はじきさんバルケンハイン、うまい。バルケンハインは本作でやっとかなりおとなしめになったが、まあまあまだ上位陣にいるっぽいですが、それでも火力と攻め系力がちょっと下がってるのかなという感じ。さあ爆声前 B で潰れて、前 B スタート、遅らせながらから膝で拾えないが投げていく。さあ橋投げは1ガレンから 6D を使うのがダメージが高いと、追傷 6D ですね。まあ基本的には追傷 6D がダメージ高いんで強そうですが、一応邪学カス当て 5D 5D 6D パーツは 6D がフルで当たるので回収が結構ある。難しいですね、使い分けが。僕もどっちがいいかよく分かりません。サマエ B がコパンを潰したが、さあテレビの前 B なんですけども、無理に暴れなくてもガードしてバックジャンプを潰すのがテレビはちょっと難しいので、ガードした後の読み合いでも悪くない。そうこれですね、ちなみにちょくったらプラスマイナス0になりますが、ノーマルガードが、テレビはプラス3、膝の発生が8なので、まあ一応負ける通常はないよと。さあ前で打たしていく、これは簡単だって。バーストキルと肘、さあ新しい前 B ですね、前 B が肘、バルケンハインは地上中段、なかなか強いがリーチは見ての通りそこまで長くない。さあここがメッセンをパナしていくが当たらず、ソテージうまい、勝利はやはりうまいですね、ラグナスカイ。俺の下手くそな想定時とはちょっと違いますね。さあ、色込んでしまった。これは確定。肩から、ジャンプ B から、前 C、よっと、これは隠ってしまった。膝にはギャン。割と触ってオラつくのがテレミア強いキャラなんで、いかにオラつくかという感じありますが、おっと、リーサルだったっぽいが、ちょっとミスったが、ギャラン。ジャンプで降りてくる、おお立っている、素晴らしい。ここで崩れて C で締めて、ジャンピー前 C から中段はしっかり立っている。 5D の後が結構テレビは悩みどころなんですよね。単純に行ってしまうんだったら前 B で攻め切りしたいんですけども、あれはガードしてあだら通ってしまうのでなかなか難しい。5D まで出してしまうとちょっとやりづらい。さあ前 B を膝で割って BC から BBC 中段、さあバスを使わざるを得ない。まあジャンプ D はね、見た目そこそこ強そうなんですけど、あれ着地硬直があるんでね、なかなか動きづらいんですよね。絡めてしまうとかなり気まずいということで、はじきさんが勝利。じゃあ次の試合、ジャンダさんと G 君空いてます？ジャンダさんいて、ジー君、今日1体だから参加者はちょっと手を挙げてもらえると助かるけど、やってますよ、ジー君。やってる。若葉兄貴空いてる、若葉兄貴。やってる。あ、じゃあジー君ありがとう。じゃあジー君とジャンダさんお願いします。さあ可能な限り役に立つことを喋っていきたいが、まあ知らないことは喋れないので、
バレットラグナさあ1ピーがジーバルト2ピーガーがジャンプさんラグナ惜しい置いていくそこが最速撃を選択補正が余ってるっぽいカッティングシアの後は一応ネッパー潰しのコパンと前ジャンプでサギフですね緊急復帰コパンを避ける緊急復帰をやると前ジャンプ C がサギになるとまあ別に C じゃなくていいですけどウォーエエスパーあ見てからまあ確かに、ね、弾振ったところだからねさあここは前でジャンダさんですがジャンエジャンが外れたところをジャンプディで掴んでいくジーバルトそうですねああやって前ジャンプから一応クーラーで中断を出すこともできるとまあそれをやると勝利は避けられなくなりますが読み合いしようぜということですかねそうですね結構 ああいう形になって詐欺ジャンシーンになるとかなりいい読み合いになりますよねまあ、悪のゲームはギルティもそうですけども、空中ダッシュ中段とスカシ下段は、基本的には下段の方が早く来るんで、理屈上は下上でガードできるんですけども、バルトはコマ投げがあるんで、そこでスカシコマ投げが入ってくると下上じゃ捌けなくなるんで、そこコマ投げ持ちキャラはかなりいいですね。さあ、ジャナさんワンチャン掴みに行く。あーっと、これはかくってしまった。エクシダッソルさあ勝ったのはジーバレットじゃあ若葉兄貴空いてますあいたいたありがとうございますじゃあ若葉さんとはじきさんはいよろしくお願いしますまた閉めてるユーバルゲン隣やって次言葉しでやるまあ今日休みが2試合か1試合しかないんでまあ開けといてもらえると助かりますけどもさあ画面の方は 1P 側に座っているのは若葉照美ミニ P 側がはじきさんバルゲンバルゲン範囲戦はねあのねシーノ君の動画を見てもらえればシーフメールのガードは相当やばいですからね。まあガードしてるだけでやっぱ良くないんで、どっかで暴れを通したいんですけども。一応直ルートは暴れられるポイントがいくつかあって、AC が直ったら終わるんだったな。AC と CA ですね。確か。嘘だったらごめんなさい。嘘ついてそうでやだね。まあ荒れた気がするんだけど。それに対してバルケハインは、例えば 5C からのブレーキジャン A じゃねえや。6A か、6DA か、に関しては、3D にすることで、テレビみたいな5A の打点が高いキャラだったら、避けて 5C が当たるみたいなのもあったり、まあ、それをやるともちろん上が通ったり、ルールある。なんで、知ってるか知ってないかで、結構、お互いの読み合いが変わるので、お互い知ってるかどうかですよね。割れるかどうかを知っているか、しっかり直ができているかどうかって。まあ、逆に直下じゃなくてバリ直だったりバリガリすることによって C が届かなかったりっていうのもありますから結構音紫投げ真下取られたらテルミは今回勝てる技ほとんどない前はメッセンガでごまかしてたんですけどね今回はちょっと、まあ、メッセン勝つ時もありますけど別に無敵があるわけではないんで難しいところなかなか 5D 立ち回りは意外といけないことはないですよねテルミがねジャンプ D と 5D が悪くない。特にジャンプ D が結構めんどくさいらしい。バルケンハイン側。さあ、ここは後転を通していくが、ジャンプ C で追いかけるオーディオアバレ。5番から、おっと、邪悪入れ込みですが、これはブレンセンは空振り。確かに OD 中は割と適当に邪悪で突っ込んで、ガーサルなら4ボタン押すみたいなのは強そうです。さあ BBC
ブレーキ集団これは厳しい。これはてあのシード君も雰囲気でガードするしかないですって言ってたんで、雰囲気ガードらしいです。うまい。さあバスト使うしかなかった。ゴディセンターから前しいるんだ。トバクセさあカットな。はじきさん、じゃあ次の人は山本さんとジャンダさんでいきます。よろしくお願いします。さあ画面の方は1ピガが、ジャンナさんのラグナーズブラッドエッジで、2ピガが山本さんのテルミ。ラグナーテルミは、まあ、立ち回りがラグナー相当いけるんですけども、今回は火力が結構テルミが上がってるので、リターンさんの話でもしかしたらテルミが押せる可能性もビリシルビル存在する。あとは触った時の崩しがちょっと強いので、でもこれしか言ってないけどね、テルミ関しては。さあいかにテルミが裏付けるか感ありますけど、オラスキをラクナがマジレスできるか。さあ前シーで C 見えて投げは抜けている。投げはちょっと弱いですよね、やっぱね、テルミは弱いというかなというか、抜けられたとかほんと気まずいからあんまり使いたくないよね。まあ使わないと崩れないけど、まあ、なんかねジレンマだよね。さあゴディから D ショールで締めて奥攻めジャムシー中段立っている。まあ届いてはいなかったが膝越し前ビー。マイビーの後はね、やっぱね、考える時間多すぎるんですよね、マイビーは。どうしても勝利を奪い、プレゼン。さあ、これはどうする。あと、5試合空振り。パクってしまう。パーです。B、D、D 勝利。そう、手に打っていく。さあ、これは一応リーサルですが、ダッシュマイビー。じゃねえよ、ダッシュ 5B が出ない。プレゼン君もうめんどくせえな、7足だ。足りるか、支え足りない。直投げ結構吸った。さあラウンド戦車山本さん前ジャンプ D。 ラグナが割とね前飛びも見せていくと、 5D 空振ってた時に普通にチャンスがかかりますから、見せていくと結構圧がある。さあ前パンおそらく押したところ落ちない。なぜなのか、デッドスパイク DC 前パン CDD ナイトベア追加出さず両攻め、チューナー立っている。さあ、ゴディ方 CD、CD ナイトメア追加。さあ、橋が結構しんどい、チューナー。おっと、デッドサイが出ない。投げは抜けている、ゴディジャーク。さあ、メッセンは使わない。ああいうところは、とりあえずメッセンで位置変えてもいいのかな、なんとも言えんですけど。まあ、メッセンで位置変えて、5B、5C、2C、4D、BC、CD、ED。あ、3点ぐらい減るんでね。お、5D 対1。端上ですからね、5B がラグナの。テレビの 5D は13フレということで、5フレーム差があるんでね、5フレーム先に押さなきゃいけないんですけど、5フレーム先に押すと飛びが通るという、このジレンマ。割と、割り切って技を出した方が強い気がしますよ、やっぱテレビは。D 昇竜、吹き飛ばして、BD、DS、2C、前パン、CDD、ナイトメア。さあ、OK だね。マイパーよく見ている。ゲージを回収して投げを抜けている。証言これは壁に当たるが、オキゼメオーディオーディ、おっと後出しはテレビ側か。さあこれでアクティブフローに入ったんで、あ、なるほど、5D が出てますか、ちょっとわかんないけど。さあテレビはフローで、オーディが帰ってくればワンチャンあるかもしれない。あさあちょっとワンチャン遠くあったか。メッセンが無敵ないですからね、弾無敵しかないんでね、これは確定うまい。あーっと今回ラグナール立ち回り適当にメッセンパンシはデッドスパイクでしか勝てないんであんまり強くない。さあこれでワンチャン 5D が当たれば勝てるかもしれない。ユーキテルミ前 B からコーパンまでうまい。カーネジシーザー
臭かったな、ジャンナツさんです。じゃあ次、ジー君と若田さん、お願いします。結構勝利ポイントがね、分かりやすい、勝利と有名になってしまうポイントが分かりやすいんでね、テルミはどうしても 2D とか、ジャンプ 2D とか、マイ B とかの後で気まずい読み合いをさせられていかんってなることがやはり多いですね。あそこでいかに勝利を無視できるかみたいな。2B のフレームが良ければね、2B 止めで攻め系とか面白かったんですけども、かなり 2B のフレームが悪いんで、 2B 止めするとね、ちょっと気まずいよね。まああれもやった方がいいのかなという気がしますが、まあ難しい。さあ1P が座っているのはジーバルと 2P が若葉テルミ、ジャンビーから 5B ガー選手をよく見ている。おい安っあ、調べた方がいいんじゃないかな、家で家庭で調べられるから CP2.0 で。まあどんだけ怪しくても垂直は取るじゃない、垂直 C とか。結構そこまでに大場でも合わせられるのがテルミはしんどいね。かといって使わないわけにもいかないというなかなかややこしい技ですが、心の隙間にねじ込みたいね。心の隙間にねじ込んだ後が逆に困るよね。これでガス手当たったから、まあ上を意識してくれるんだったらいいんですけども、 OD 暴れを意識されてしまうと屈指いけなくなるから困るよな。どうするんだろう、中段やっちゃうのかな。さあコンボが高い、ショック投げでん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 、ご心着ですか、想定陣。さあこれで1-1の最初ラウンド、オーディアバレ、あとこれ隠らない、ジャンディディ、おっと投げに行く。今回ジャンディディは当たってたら結構コボいきますから、コパンでいい気がしますけどね。さあメッセンで位置を変える意識が高い、中を取って、さあこれでちょっと分からなくなってきたんじゃないの、ブレンセン。さあこれオーディー使うのかな、あ使わない、なるほどダメージ重視。さあ中取ったら死ぬゲート、もうめんどくせえのなしだ、怖い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 。メッセンコン選択。さあ EA が終わって分かってもゲージがない。さあ、ジー君の小技が取って勝ったな、ジーバレット。じゃあ次の試合参ります。はじきさんとジャンダさん、敵とオーディーがな、テレビやな、オーディーで立ち回りに戻ってしまうとなかなか辛いんですよね。まあ、ジャガクル連打して適当に荒らしていくみたいな。荒らしたいよね、本当に。荒らさせてほしい。荒らせるキャラじゃねえんだよな。もうちょっと適当にボタンを押せちゃえば。やりやすいんですけど、なかなか難しいよね。
さ HP が刺さってるな。ジャンダさんラグな。 2P 側ハズキさんバルゲン。この組み合わせは伝統的にラグナーは結構いけるというか有利と言われている組み合わせ。まあ、勝利券と 5P のね、逆にが結構しんどいですよね。立ち回りもかなりラグナー側が、いい技が揃ってる。ジャンプ紙が長いのはやはり強いですね。犬で下がってるつもりが、ジャンシーセンター当たって結構しんどいみたいな。小鼻毛。プラスサイズ。三シーマド。デッドスパイク。二シーマイパン。CDD ナイトメア。熱波潰しから、中段 BD リショルト。さあラノスシャージャンダッサン。さあ 5B 対空リヒトから BA B 西 BBC。 さあここでの逆にタック、あイルパー通ってしまうか。コーパーバレー勝利権、あそこでどんだけやっぱ強気にいけるかみたいなとこありますよね。勝利券食らってもいいやみたいな、知らんっつって諦めていくスタイルね。肩ラピャン前 C3C しっかりガードしている。ここは投げに行く、ダメージを取る。おっとリセットになる。 BC 勝利券打っていく。さあここどうする。学生ジャンプシャー相打ち、ゴシーか空振り、しっかりガードしている。さあしかし 5B が引っかかってラウンド取り返す。はじきさん、さあ最終ラウンド、さあ引っかかってしっかり拾っていく。 BA、B 西、BBC。 さあここが勝利からの前足 CDCD ナイトメア 2B、2B。 さあ老快な方見せていく。どっち、ここは爆生引っかかっているか、コンボにならない。 2B が長い、ここはゲージを使う。 BCD マード、ちょっとマード割りじゃねえや、オーバードライブ D ナイトメア 3C から、さあ EA がゲージが残らなかった。 CT が漏れてこれでちょっとわからないか。さあちょっとコンミス、ジャプシー無理やりとして 5C セタン。さあヘルクだいぶ寄ってきて、これで腕を使う。さあ N ゲージを回復させて、さあ IZ 飛んでくる、まあ残っているぞ。さあオフェスコバンわびさび。ジャナさんが勝利です。じゃあ次ジークと山本さんでお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。さあ画面の方は 1P 側が、ジバレと 2P 側が山さんテルミですよね。はいはい。さあおっと前ビー裏に当たってよくあるからのコパンスカシゲダンジャビー。さあこれはかくったっぽい。そうですね、シャービシー2段目の後は結構 OD されるとバルトが辛い。さあ直投げはオーディアバレー、 5V をしっかり当てていく。ちょっと当たっている、しかしいる上でうまい。 5D 前 B 前 D 前 C。 さあ 2B で裏入ってフリフリムみたいなね悲しいキャラだ。シャムディ、おっと回してうわ、
めんなさい。今、ジー君と山本さんがやってて、ジー君勝っちゃった。残念です。ここやって、今ここやったんで、次ここでいいのかな？先にジャンナさんをやっていいのか？先にジャンナさんをやると諸説あるので、じゃあ、山本さんと若葉さんを先にお願いします。そうでもなかったな。まあ、いいか。なるほど。わかりました。さあ、テレビ同キャラになっております。画面の方、1P 側が山本さん、2P 側が和子さん。こう、パンスカナギをしっかりガードしてる。さあ、この投げの後が、5D がかなり、お互い13フレで、ゴムの読み合いですね。まあ、前飛びするか、5D 押しちゃうか、っていう感じですが、さあここは前足から攻めゲー。さあ 4D2D が結構テルミア。さあこれ同キャラだと 4D2D 割るの結構大変ですからね。割るとそれだけやってれば、おっとリーサルっぽかったか。もう逃していく若葉テル。あと若葉テルに若葉さん。さあ山津大チャンス。おっとここは邪魔くじ締めてリビアバレーメッスンが 5B 越し邪魔くなんで中段あれ確か 2C4D ジャンビー C 入る方針なかったような気がするけどな。めったにない気がする。 5B5C が入るだったら、まあちょっと僕も最近あんまり調べてないのであれですけども。さあ DDD を選択直投げバラゲキ。あの DD の後 DB で受け身かろうとしてたらね、あれテレビフリーなんじゃないかな。フレームだから暴れた方がいい気がするんだけど、まあ俺も自信がないので、ちょっとあの技出したら負けましたっていう人はまあ、すいません、みたいな。さあ、お、おっしゃれ。一回。何が？さあ、こうやってみるちょっと怪しいが。うまい。まあ、2D の後はこんな感じで、わかりやすい夢が発生してしまう。さあ、ここも割っていく。カウンターは左広げ。ジャーク。ジャンピングで降りてくる。OT。コパン？コパン？投げを抜ける。ジャンティカンター OD あ開いてんじゃん。はい、プレンセプレンセ結構時間使いますからね。 OD が帰ってこないでもない。あとか言って2ラウンド目だったということで、勝ったのは若葉テルミ。じゃあ若葉さん、そろそろ連戦で、ジャンナさんとお願いします。さあ、ここはジャンダさん勝たないと優勝の目がなくなってしまう。
さあ始まっているのは、ラスト残り2試合のうちの片方、1P 側が、ジャナさん、ラグナー、2P 側が、若葉さん、テルミー。さあ、これ、ネッパー少年、ジャンガで引っ張るな、結構。いっぽい。フレームわかりません。前週の後は結構いいのかな。さあ、ちょっと高かった、膝が。よくある。シャミリー・ヘルソング、上で潰しから。おっと、出ちゃった、昇竜。ここはバースト切っていく。なんか元気の技出ましたけども、さあまだ残るナイトメア 5-6C ね、 6C ね。ああ見えてゴディの発生同じなんですよね。だから使いづらいというか。さあ6秒2回入れて、さあどうだ、さすがに足りないのか、どうだ、フレージ使っていく、足りるか、結構減る。さあ、ランド選手は若葉テルミ、75フルエンジン。さあ、ゴディで押していく、ジャプシー。西、ゴディ、ジャバク。お、詐欺になってる。マジで初めて知った。さあ、コンボが高い。あ、嘘つきました。投げ投げて。お、ジャンディディ。あれ、5B 受けられない。さあ、いいオーディですが、これは 5A で。フレームを少なくしていた。ジャンダさん、ジャンシー方、さあこれは流れ来てる。ハーデス B、 6A、 C、 D、 D、 ナイトミア熱発節から四隅ちょっと通っている。やっぱりさあシャカティ止めはスマビサビありますね。あれデッドスパイクするとさすがにメッセが隠りますから。足りるか、足りない。怖い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 。あでもオーディがここからじゃ見えない。ハーデス装填に当たってたら危なかったっぽいですね。さあ最初ラウンド、さあ開幕空欄でねじ込みに行った若葉テレビですが、ジャンプへ追い払われて、さあお互いジャンプへが当たっている。 2B2B 5番うまい。さあジャンピー、ジャンプし弱い。5番あ4で当たらないがごまかしていく。オーディチはジャニーディ中断にしてくれてもいいのよみたいなさ。おっとシャミくらいガントレット、ハーデス 5B、D、デッドスパイク。おっと 5C が出ていたがごまかしていく。 D ショル等しい。さあ大きさ見に行く。少しがガードしている、中のガードしている。遅らせるぞ、飛んで回避。さあ E の当たって 5D からカーネージシーザー、お見事。じゃあ制限大会ラストいきます。はじきさんとじいくんお願いします。さあ今日のラストの試合始まっております。 1P が座っているのが、はじきさん、バルケンハイン、そして 2P 側は G バレット中段。さあこれどんくらい減っちゃうんでしょう。ヒートが2だったんでスタートが減っているが、さあ起きてね、下段からラピキャン、中段はトンデガヒ。さあコパーバレ通らず、さあヒートは2のままですが、バクセイ2B が届かない、しっかり差し返していく。おっとダッシュ前 B は、ああ勝手口だ。お、いいっすね。さあラム2、さあアルハジキさん前病気。さあジャンプ A で絡んで
ワンコンボ B A B に C から B B C 速記全面はさあブレーキジャンイエをバックスよけたが腰が当たる下で暴れて膝は前へ B A 5B に C から B B C の空振りさあちょっとよくわからなくなってきた体力優は弾きさんジャンシングとはバックスさあ、あ、引っ張って、ゴシ、ニシ、マエシ、サンシ、肩から、拾い直し、シ当たらないが、さてる、後半ユリ、中段、AC。あの AC がね、結構死んですよね。頑張って、いや、無理だなぁ。あ、きついんだよなぁ。着手 C が下段なんでね、やっぱ、なかなか難しい。まあ、あれを C をガードした後は結構やりやすいから、うん、まあ、そういう感じなのかなぁ。いや、ちょっとわからんよなぁ。アプリケーションやってるしなぁ。さあ、こっから先手を取っているのは G 君でしたが、ハーセメ、腰よかったから、ダメージを伸ばす。アッパー、ミンシー、ビビシー、さあ、フルネ。さあ、バックスでしのいでいく、ジーバレット。カウター。さあ、しかし、犬ゲージが、ほとんどない。生身で、大きな目、さあシート溺れた。これ位置がかかるやつですね。中段。さあ難しくなった。ガキャン。おおマジか。え？さあリーサルだったが引いていく。さあこれは若干バルケン有利か。オーバードライブ。うわーカッティングシア。ジャグニータかかっちゃいますからねあれ OT のところで。さあ、ということで、今日は、G 君が4勝0敗、文句なし、全勝優勝です。おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。はい、皆さんありがとうございます。人数少なくて申し訳ないが、対戦大会これにて終了です。また来週ももちろんありますので、よかったらまたよろしくお願いいたします。とりあえず設定戻します。